地球のおちびちゃん、地球の地軸も元に戻っちゃって寂しいね。僕がいなくなった時の地球の慌てっぷり見た？いいな、話しちゃダメだ、話しちゃダメだ、話しちゃダメだ、好きと話しちゃダメだ。心の声漏れてるよ。僕なんか迷惑かけた？あの時、あとちょっとで人類が終わるところだったんだぞ。お願いだから関わるなって。あんなに楽しかったのに、そっから先生話してくんないし。だったら僕の表面に人間なんて送り込んで遊ばないでほしいんだけど。月面着陸知ってるの？そりゃ知ってるよ。僕に文句あるならなんで地球からこっち来んのさ。これは僕の話なんだけど、僕が宇宙にいるのは君のおかげなんだ。僕の機嫌取るために適当言わなくていいよ。いや本当さ、僕は子供の頃いつも月に行くことを夢見て夜空を見上げていたんだ。で、ある日父さんに聞いてみた。僕たちって本当に月に行ったの？父さんは言った。あるわけないだろ、全部キューブリックとアメリカ政府の陰謀だ。あらら、そりゃショックだったんじゃない？ほんと。でもだからもっと調べたくなって、やっぱり月を訪れてたんだって分かったんだ。でもそれは科学の結晶なのか、ソ連に勝ちたかったのかは分かんないけど、人間に不可能はないんだって思った。だから僕も思ったんだ、月ともっと先に行くって。今はもっと大きくなっちゃったんだけど、全ての始まりは君からだったんだよ月。ね、抱きしめていい？あー、気持ちは嬉しいんだけど、多分僕即死しちゃうから。いいよ、一回ハグしよう、アストロボール。ねえ、ちょっと待って。ねえ月、やめて、来るなー。